で、それはまたよかったらこう触って頭のところを、はい、頭の方から後ろの方に向かったらみんな何でも入った。はい、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 他にサバ、マサバの他ある人はこれ触ってみてください。フグの仲間って基本的にはみんな鱗の変形した小極細かいあのトゲトゲがあります。だからフグの表面って実はツルツルじゃなくてこう触ってみるとザラザラしてます。ところがこいつはツルツル、つまり小極がない。それまた後で触ってみます。それがマフグの特徴です。さあ、これ分かる人、この間も取れました。何でした？クジラじゃねえ、クジラ。